ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M4 CS 2018年式1000キロ未満こちらの車両になります。はい、おそらく今回紹介するのは日本で一番程度のいい M4 CS じゃないかなと。というわけで走行距離なんと1000キロ未満。はい、これどうしてたんですか？これ私買取させていただいて、お話しいただいてもう本当に大事に乗られているのがよく分かる1台で、ずっとガレージ保管、一応ちょっとまあ途中記録でディーラーさんのところから、一応ワンオーナーなんですけど一回ちょっとこう途切れたりするんですけど、一応事実上ワンオーナーの車ですね。で1000キロ未満ってことはおそらく満タンまで入れて空っぽまで走ってたとしたら、おそらく2回しか給油してないんじゃないかっていう距離的にはそういうレベルですよね。そういうレベルです。でそれが最近の車とかじゃなくって、一応2018年式ですからね、はい、まあ、それなりに年数も経ってるんですけど、もう今回奇跡のコンディションということで、はい、こちらご紹介いたします。はい、でまずこの CS の概要から、はい、じゃ最近G 型の CS も出ましたけど、はい、今回ご紹介するのは先代の F82 の CS ということで、はい、まあ、ざっくり言うとパワーアップして、まあ、スペシャルなパーツ盛りだくさん、はい、そしてですね車自体は世界限定3000台、日本なんと60台、はい、結構少ないですよね。だいぶ少ないですよね、うん、ただこの世界限定3000台っていうのも分かんないですよ、ソース不明ですけど、BMW フォーラムネットの掲示板では2000台ちょっとしか生産してないんじゃないのみたいなのを書いてる外国の方もいたんで、はい、まあ、ちょっとそこの辺に関しては詳細不明ですけど、どちらにしても台数がめちゃくちゃ少ない、はい、でしかも右左選べたんですよね。そうですね、はい、で今回ご紹介するのが左ハンドルということで、はい、おそらく台数的には少ないんじゃないかなっていう、うん、はい、内訳も分かんないですけど、うん、そしてまず外観から見ていきたいんですけれども、はい、ボディカラー普通の M4 より選べなかったみたいですね。ですね、はい、まあ、何色かやっぱ選べるんですけどそんなに多くはなかったみたいで、5色展開だったんですけど、通常の M4 みたいにいろんな色があってインディビジュアルもあってっていう感じではなく、うん、割と限られたボディカラー、はい、で今回ご紹介するのはこのアルピンホワイト、はいはい、というわけで塗装のコンディションも新車じゃないですか艶がすごいですよね本当に外走ってましたっていう、はい、そういうレベルですよね。うちまだ買い取りして、実はまだ撮影してる今日時点ではまだ掲載してないんですけど、入ってきて洗車もしてないですし、コーティングももちろんしてないですし、素の状態で今この状態ものすごく綺麗ですもうお預かりしてきたというか買い取らせていただいてそのまんまの状態、はい、ということで、もちろんご制約いただいた後は仕上げをしてこの車しますけれども、もう何もしなくていいぐらいもうピカピカ、はい、当然飛び石なんかもほとんどというか全くないですね。探しても僕も見つからなかったぐらいなので。どうしてたんですかね、まあ、前のオーナーさんもう本当にガチガチに運転席周りから内装のインパネまで全部養生してあって、多分乗ってらっしゃらなかった、本当にガレージ保管のみっていう保存はい、というわけで非常に綺麗なエクステリアになってる、はい、そして CS ということでカーボンパーツがいろいろ各種ついているということで、前はこのフロントスポイラー、はい、こちらがまず CFRP ドライカーボン製のフロントスポイラー、はい、こちらがついている、ね、はい、そしてあとシャドーラインのエクステリアもついているということで、はい、グリルなんかも黒くなってるし、この後見ていただくサイドギルも黒くなってる、はい、ただなんかやりすぎてないっすね。そうなんですよ、はい、なんかいろいろ資料見たらポジション的には前期で出た GTS、はい、まあ、ゴリゴリの馬力も出て、うん、ウイングもついちゃってる、はい、GTS とコンペの中間っていう、そうですね、立ち位置ということで、だからもうサーキットも行けて、まあ、主軸はストリートに置いた限定車ということで、はい、こんな感じのフロント周りになっております、うん、続いて横に回ってきまして、はい、ホイールも専用品がついているということで、そうです、これ M アロイホイール V スポーク、はい、スタイリング 763M オービットグレー、はいはい、資料を読みましたこれもなんかDTM を意識したホイールみたいですね、うん、デザイン的には M4 のレーシングカー、まあ、DTM とかあと GT4 とかもこれに近いデザインですよね。そういうところから来てるみたいですね。ホイール自体はオプション設定があるんですかね、他の M4 でも。なんか一応パーツリスト見ると他の M4 でも出て引っかかるみたいなんですけど、色は多分専用ですよね、うん、そうですね、こちらになってると。そしてこちらのホイール当然単造で非常に軽量なんですけど、はい、ポイントがあるんですよね。なんとフロント19インチ、リア20インチっていう、確かにこれ GTS と同じ履き方、うんうん、通常の M4 コンペティションだと前後同じサイズっていうのがスタンダードですけど、はい、GTS と同じ前後異形で採用しているということで、うん、フロントが265-3519、はい、そしてリアこれから紹介しますけど 285-3020 ということで、
こちらの組み合わせになって、なかなか最近ポルシェとか、うん、あの G 型なんかだと前後イケ、ね、スタンダードになりつつありますけど、うん、F 型はその限定の GTS だけだったんで、確かになかなか特徴的な履き方だろうと。パワーも上がってるからそれに合わせてなんですかね、うんうんうん、まあ、あとサーキットなんかも視野に入れての履き方だと思います、うん、そして組み合わせるタイヤの方はこちらのミシュランなんですけど、ですね、オゾンクラックが全く見当たりません、まあ、タイヤ自体はこの距離なので1000キロ未満でもあるので新車装着のタイヤだと思うんですけど、まあ、年数もそうですよね、18年製造ですよね、まあ、びっくりしますよねこれは6年経ってるのに外観上はもう最近製造したかぐらいの、そうですね、はい、普通オゾンクラックできますよ ね、 できますね、これだけ経ってたら、うん、全くない、はい、そして溝もバリバリ山ぐらいですね、はい、下手したらもうまだけばってるぐらいそうです、ね、はい、そのぐらいの溝になってると、はい、そしてその奥に見えるブレーキ、はい、CS でもカーボンセラミック標準じゃなくってオプションだったみたいですね、はい、オプションです。こちらなんと装着されてる 400π の、はい、これも全く減ってないし、うん、はい、もうローター表面見てももう使用感がまるでないじゃないですかこんな感じの足元になって、はい、そしてあとサスペンションに関しては電子制御のサスペンション当然ついてますし、はい、まあ、あとはインナーフェンダーなんかもほぼ汚れてないですよ。いやもう本当は走ってないですよね、まあ、そうですよね本当にもうほとんど汚れてないし削れてないし、はい、ピカピカのインナーフェンダー、うん、はい、こんな足元になってると。そして引いていただいてサイドギルなんかも先ほど触れた通りこちらの黒いの、はい、だから CS ってあんまり入ってないんですね。うん、確かにそうです。なんか本当に知ってる人が見たらあってなるような感じだと思うんですけど、逆に良さな気がします、うん、なんか露骨なその大きいウィングついてたりとかなんかあのチャンピオンエディションみたいにでっかいレカールが入ってるわけじゃなくって、うん、すごくしれっと乗れる限定車というか、そうですね、めちゃくちゃ珍しいですもんね60代だと、うん、そして横に行くとミラーなんかはカーボンになってたりとか、はいはい、でルーフはカーボンになってたり、はい、でこの辺のカーボンパーツ盛りだくさんでかなり軽量化、うん、そしてホイール自体もフロント9キロリア10キロということでかなり軽量なものいろいろ使われて、はい、車重自体がもう1580キロという、おお軽っ、非常に軽量になってるみたいです、うんうん、ただ有名なところでいくとボンネットが本国仕様と日本仕様でちょっと違うんですよ ね、 そうなんですね、うん、本国仕様だとダクト付きのボンネットになるんで、はい、中には変えられる方もいらっしゃるみたいですね。あ、なるほど。なので、まあ、必要に応じて変えていただいてもいいのかなと、はい、というわけでこんな感じのサイトだったんです、はい、そしてあとこの後紹介しますけど注目のポイントとしてはこちらコンフォートキーがないんですね、はいはい、というわけで、まあ、いわゆるスマートキーですよね、はいはい、いろいろなそういったものもかなり省かれてる、はい、そしてあと後ろに回ってきまして後ろは20インチ、はい、そしてタイヤサイズも少し大きくなってると。そして後ろもカーボンセラミック、はい、そしてこの金色のキャリパーがですよね BMW のカーボンセラミックのアカシスもね、うん、こんな感じになっております。そしてそのまま後ろに回っていくと後ろがやってまいりました、はい、通称 GTS テール、はい、OLED のこちらのテールですね、はい、以前あの別の動画で CS ご紹介した時も触れてるんですけどこれめちゃくちゃ高いらしいですよですよね、まあ、でかっこいいですよね。確かに本当にかっこいい。この薄い板が発光するやつですよね、うん、ちょっと後で使い方を見ながら何枚でしょうか15枚ぐらい入ってるこんな感じの、はい、で、今の現在の定価は分かんないですけど当時やっぱりこれかなり衝撃だったみたいで、うん、GTS が出た時についてたんでその当時この同じテールをつけたいって言ってパーツ頼んだ方が結構いらっしゃったらしいんですけど、うん、当時の定価で140万おそらく多分今パーツ少し値上がりしてるんでもうちょっといくんじゃないかなと。 BMW 系のパーツではもうぶっ飛んで高いですね。ぶっ飛んでますよね。こちらが装着されていると。なのでこれは乗るとき少し気をつけていただいた方がいいかもしれないです、うん、まあ、もちろん車両保険なんかもそうなんですけど、はい、まあ、実際パーツの手配もおそらく時間かかると思いますし、まあ、実費で修理となるとかなり高額なパーツになってくるので、はい、まあ、ここに関しては少し気をつけていただいた方がいいかなと、うん、そしてトランクのこのトランクスポイラー、はい、こちらも CS の、はい、専用品ですね、パーツということでこちらも CFRP、はい、カーボン製でこれちゃんとここにつながるイメージのなんかこう、うん、真ん中がえぐれた感じ、はい、で当然ダウンフォースなんかも純正品ですから計算されていると思います、はい、そしてリアのこのディフューザーです、ね、こちらのディフューザーもついてると、はい、そしてマフラーなんかに関しては他の CS コンペティションじゃないや、はい、M4 コンペティションとパーツ自体は一緒みたいなんですけど、うん、やっぱり馬力が上がってる関係で音がだいぶ違う。あ、なんかそうですよね、はい、なので気になるサウンドに関してはこの後聞いてみたいと思います。はい、続いてインテリア見てみたいと思います、はい、インテリアも専用品盛りだくさんということで、はい、まず
こちらのステアリング、こちらがアルカンの専用ステア、はい、これ多分日本で一番ケバケバしてる CS の確かに結構毛が寝ちゃうっすよね。そうですね、握ってると、うん、ただもうほぼ新品のような状態、はい、センターマーキング付きのこちらのステアリングになります、はい、そしてダッシュボードなんかは結構レザーが多用されてて、はい、なんかスパルタンなモデルと思えないぐらい、うん、なんか豪華なダッシュボードですよね。そうですね、その辺がいいですよね CS は。そしてセンターのパネル、助手席側には CS のそれパンチングで入ってるんですよね、はい、パンチングですね、はい、はい、抜きで入ってます。CS のロゴも入ってると、はい、そしてシートの方が専用のバケット、はい、レザーメリノとアルカンのコンビのこちらのシート、はい、これがだからサイドの内側がアルカン、そうですね、はい、そしてその他の部分はレザーメリノ、はい、そして背中とお尻の真ん中のところはパンチングになってる、はい、割と複雑な形状というか組み合わせの、うん、そして背中穴開いてるんですよね。そうですね、はい、まあ、コンペとコンペでしたっけ、このシート採用されてるのが。でなおかつなんとこれが全て手動。そうなんですよね、はい、前後はもちろんなんですけど、はい、ハイトアジャストだったり角度の調整なんかも全部手動ということで、はい、具体的な動きに関してはこの後見てみたいと思います、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、乗った感じはそんなにこう変わらないですよね、うん、M4 コンペと。ただドアがご覧ください、だいぶ省略されてるだいぶ、はい、あのポケットもなければ、はい、グリップも何にもないですね。そうです、はい、こちらのドア張りになってると、はい、その関係でこれだいぶスイッチとか斜めになってるんですよね。そうですね、はい、そして持つところがない。そうなんです。だ代わりにこの紐M のシートベルトみたいなカラーのこちらの紐を持って締めると、はい、ただ結構内側についてるんで、そうなんですよ、これ多分女性の方締めらんないですよね、お子さんとか普通に結構大変ですよね、結構力入れないと、まあ、男の男性の方であればグッて引っ張れば締められると思うんですけど、結構な力が必要。 そうですね、そこはエスコートしてあげてください。そしてインテリアはこんな感じで、ちょっとアナログの良さを再確認してしまいました。私どの部分ですか。メーターの、あ、メーター、いいですよね、はい、そして絶妙にグレーなんですね。そうです、はい、というわけでこんな感じのメーター、そして CSM ドライバーズパッケージがついているということで、さすがに330キロは出ないんですけど280キロまではいけるみたいです。なるほど、はい、うん、標準だと250キロまでなんですけど、はい、通常30万円のオプション払わないと使わない M ドライバーズパッケージが標準装備ということで、はい、280キロまでいけると、うん、こんな感じになっております。そして気になるシートの方は、ですね、まずこれがリクライニング、はいはい、手動ですそしてハイトアジャスト手動です、はい、そしてこっちが角度ですよね、はい、はい、こっちか、これだいぶいい気がする。角度ね、人がいるとちょっと分かりにくいです、はい、どうだろう。こんな感じで座面と背中の一緒の角度が、そうですね、はい、だフルバケみたいなポジションにもできると、うん、そしてスライドも手動ということで、はい、いい感じです、うん、はい、で結構これが軽量化につながってんじゃないかなっていう、まあシートは多分そうですよね、ですよね、変わると思うので、外してみてないんで何とも言えないですけど、モーター類が全部なくなってるんでかなり軽量じゃないかなと、うん、そして気になるこちらのシート、なぜかですね、シートヒーターだけはついてるとあの快適装備も一応あの全部省かれてるわけじゃないっていう、はいはい、いっそのことなくてよかった気がするんですけど一応運転席助手席でシートヒーターもついております、はい、そして金をオンにしてみましょうか。赤くなったボタン、この中身に関しては変わってないですもんね。はい、まあ後期モデルなので、はい、後期ので、ここがあの普通の4シリーズっていうのがちょっとあの引っかかりますけど、はい、でも4シリーズと M4 でなんか車体のパーツ 50% ぐらい違うらしいですよ。で全く別の車でなおかつ CS になると専用パーツ盛りだくさんということ で、 そうですね、かなりのその差があるんじゃないかなと、うん、そしてもう一点、このエアコン周り、はい、そう、これがデュアルゾーンじゃないんですね、はい、シングルゾーン、はい、そしてアナログというか何だろう、マニュアル風の操作、そう、 F 系の、まあ、M4 って通常この温度とかデジタルで出るんですよね、ちっちゃいディスプレイがついてて、ね、これが全部ダイヤルで、すでにここ温度が振ってあるのでそれに合わせていくっていう感じです。なるほど、一応でもオートもついてるんですね。そう、オートもついてます、はい、なので手動の調整のオート、だからシングルゾーンになると多分これになるんですよね。ですね、はい、そうですよね、うん、そして向きの変更なんかも手動のタイプ、はい、こちらになると、なんかいいっすよね、一周回ってもう
今もうほぼほぼこのタイプって出会わないので、確かに、はいはい、そう考えるとだいぶいいかもしれないです、うん、アナログ感が慣れちゃえば多分本当に見ないで直感でこう操作できる部分なんてすごくいいと思います。そしてナビだったりマルチメディアに関してはこれ一緒なんで省略します、はい、そしてドリンクホルダーと、はいはい、おなじみ7速 DCT、はいはい、だとモードの切り替え、はい、この辺は一緒ですね。そしてコンソールですよね、はい、ここがごっそり変更されててある感で、なおかつここの小物入れがなくなってるんで、なんか 30% ぐらいこれだけで軽量化になってるらしいです、はい、本当かどうかは分からないです。 何キロ何グラムの 30% なんですかね。でもこれでもこういう本当細かいとこにしっかりこう手が加えられてるっていうのはやっぱすごいなと思いますよね。確かにこれ純正じゃないとできないですもんね、うん、メーカーじゃないと。そうですね。でこの辺の蓋って意外に重いんですよね、バラすと分かるけど、ね、アルミの骨とか入ってるんで、まあ、今回それが全部置き換わってると、はい、だから CSL をちょっと思い出す、うんうん、CSL あの 46CSL、はい、あのカーボンの、ね、ここすごい軽量になってるイメージなので、ちょっとそれにつながるかなと、はい、そしてこの辺なんかもアルカンとカーボンで仕上がっております、はい、そして今回ご紹介するのは左ハンドルということで、ペダルの余裕はやっぱり左の方がある気がします。気のせいかも分かんないです、はい、というわけでこのステンのカバー付き、これ通常だってアクセサリーですもんね、オプションですもんね、はいはい、こちらも付いてると、はい、そして天井関係もアンスラサイト、はいはい、黒の天井でこのビニールのバイザーと、で今回のお車はドライブレコーダーとレーダー探知機のセットのやつですかね、はい、ついてます、はい、こちらもついてると、はいはい、ほぼこれも使ってないですよね、だから、うん、もうつけてそのままだと思います、はいはい、というわけでこんな感じ、はい、そしてですねもう一点今回触れておかなければならないところ、実走行の部分なんですが、はい、ご覧ください、今日撮影のこの時点では994キロということで、はい、1000キロ未満、はい、というわけでですね、大変ちょっとお伝えしにくいんですけれども、はい、試乗はできませんというよりかはしません、はい、ちょっとまあ1000キロ未満はキープしたいのもあるので、ね、やっぱこれだけ1000キロ未満とこの個体で希少だと思うので、ちょっと僕らが試乗で1000キロ超えちゃったらその罪悪感がちょっとコメントもちょっとあるそうなんで、はい、そうですね、ちょっと大変申し訳ないんですけど今日は試乗なしでお届けします、はい、続いて鉱石見てみたいと思います、はい、一応鉱石他のM4 と変わりはないんですけど、はい、こちらシートバッグ、はい、こちらがなんか車外でカーボンのカバーが、これ唯一前オーナーさんが付けられたものということで、はい、まあでもこれはこれでなんかまあ CS カーボンも結構多用されてるモデルなんで、まあ、いいかなっていう、そうですね、はい、まあ、似合ってるかなと、はい、900キロにしてはかなりおそらくこれも安くないんで、はい、もったいないかなって気しますけど、うん、こんな感じのパーツも追加してあると、はい、であとは鉱石に関しては通常の M4 と変わらないんですけど、クオータのパネルがフロント同様軽量タイプになっているということで、はい、ただリアに関してはもともとドアポケットだったりもないですもんね、うん、そうですね、なので使い勝手は大きく変わってないのかなと、はい、そしてリアに関してはエアコンの吹き出しだったりも全部ないんですね。ないです、はい、本当になんかもうおまけというか、うん、まあ、一応ちゃんとシートありますけど、まあ、基本は多分もう本当に前2名がメインになるのかなっていうモデルですよね。GTS とかになっちゃうとこうロールケージになっちゃうじゃないですか。 それ考えるとだいぶやっぱり使いやすい、そうですね、ストリートでも行ける車になってるのかな、はい、はい、こんな感じの鉱石になっております、はい、続いてトランク見てみたいと思います。トランクも通常の M4 と変わらないですもんね、はい、特に変化はないんですけれども、はい、いいですか、使用感がゼロですなんかもう重い荷物乗せたりとかしてる形跡ないですね。ないですよね、はい、で思うんですけど結構 M4 って乗れちゃうんで、うん、距離飛んでる個体とか、うん、あ、そうです、使い倒してる個体多いですよね、はい、今、まあ、CS、まあ、CS 自体も台数少ないですけども、中古車市場もやっぱもう1万キロ超えてるのがほとんどかなっていう、もうやっぱ飛んでる個体は3万キロ4万キロってあるので、もう行っちゃってるのだと10万キロなんかザラじゃないですか、まあ、F 型だとありますね。なのでその辺考えるとこれだけコンディションのいいトランクも使用感のない M4 っていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと、はい、で下側も少し余裕があって、はい、一応パンク修理キットが、はいはい、搭載されております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がおなじみ S55B30、はい、もう名機ですよね、はい、で排気量の方が 2979cc 直六のツインターボということで、馬力の方が460馬力、はい、純正よりググッとアップしてると、はい、トルクの方が 600N、はい、で0100がついに CS になると4秒切ります。お、3.9 秒
でマックス270キロということで、これ M ドライバーズパッケージのおかげでございます。ノーマルだと250キロしか出ないので、そしてこれに組み合わせるのが7速 DCT ということで、はい、まあ、これも安定かなと。でもちろん上を言えば DTM の500馬力もあるんですけど、もう DTM GTS はやっぱまあそれだけ走りに振ってるのもあるので、まあ、そっちを求める方はもうやっぱそのモデルで全然いいと思うんですけど、やっぱこれだけ両立できるモデルでも十分だと思います。そしてメーカーの10馬力と何かこうアフターパーツでつけた10馬力ってやっぱりちょっと意味が違うかなと。そうですね、乗った感じも違うし、で乗りたかった。うん、本当はそうです。僕も乗りたかった、はい、というわけでこれご制約いただいて、次にオーナー様になる方に許可がいただけましたら、あ、じゃあその時また試乗を取りますか。そうですね、はい、試乗をお届けしたいと思います。はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。で最後になりますけれども、はい、こういったお車の買い取り、はい、特にこういった珍しい車であれば頑張れる可能性大ですよね。そうですね、今回も本当に遠方からご相談いただご依頼いただきまして、お話しさせていただいて、本当に大事にずっとお乗りになってたお客様で、すごくまあ愛も伝わってくるお話をいっぱいいただいて、実は入庫する前日洗車だけさせてくださいとご連絡いただいて、もうそれぐらいやっぱ大事に乗られてるお車なので、うちもやっぱまあそういったお車を買い取らせていただいてすごく感謝してますし、ぜひそういうお車を店頭に並べたいと思ってますので、何かあればそうですね、ぜひご相談ください。はい、ご依頼いただければと思います。というわけで今回は BMW M4CS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。